った隅にポツンと小さく出ていました。あなたのリサイタルの記事です。もう一年経ったのですね。誰にも知れずに一番後ろで見てました。あの歌を一度聴きたくて、私のために作ってくれたと今も信じてる。あの歌を初めて出会ったのは坂の途中の小さな店。あなたはいつも歌っていた。安いギターをいたわるように、いつかあなたのポケットにあった。店のマッチ箱ひとつ、今でも時々取り出して一つつけてはすぐに消します。あなたの香りがしないうちに、雨が降る日は近くの駅まで一つの傘の中帰り道、そして二人で打ちずさんだ。あの歌はもう歌わないのですか。